ベーマス製材、木スペレット製造販売、住宅の気密測定、ウイルス測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム材、ファーストリフォームの串間商店です。今日はですね、ベーマスですね、これ植物学上でいうダグラスファーというですね、植生がファーでありますから、マスというよりもですね、ツガとかモミの仲間だということなんですけども、初めてというか、アメリカに行ってこの木を見た日本人が、木肌とか枝の葉っぱとかそういうのが日本の松に出るので、それでアメリカ松を略して米松と、いうふうに言ってるわけなんですけども、またこの丸太にもですね、実はグレードランクがあるんですね。例えば焼肉で A5 ランクとか A4 ランクとか A4 ランクと、牛肉ですね、あるのと同じで、実は丸太にもそういうのがあるんですね。今日はですね、その米松のですね、違いっていうかランクについてちょっとお話をしたいなというふうに思います。これですね、ご覧になっていただいて分かるかと思いますけども、この年輪ですね、木の年輪見ていただけますかね。こう冬目と夏目の間にこう色が違ってですね、で間隔が空いてるわけなんですけど、この間隔が広いというのは、1年あたりの成長が早いということなんですね。こういう木材に関してはこの年輪の幅の広いもの、成長の早いものっていうのは、やっぱり年数をかけて成長しないから価値がないというか、少し少ないというふうに、見るわけなんですね。これに対しましてですね、これはまだセカンドグロースっていう、レギュラー材っていうやつですけども、セカンドグロースっていうんですけども、こんな、目合いのものが一般的だということになります。じゃあそれではですね、これに対応してオールドグロス材ってメコマ材っていうのをちょっと見てみたいと思います。この木ですね、こう年輪ですね、見ていただくと分かる通りですね、先ほど違って非常に細かくて、夏と冬の境目がよく分からないという、これが天然木であるオールドグロス材という丸太になります。逆に言うと同じ太さであっても年輪の間隔が3分の1ぐらいになってますから、3倍年数がかかってこの太さになっているということであります。何でもそうですけど、製造熟成期間が長ければやっぱりそれの価値が上がるというところ、そのところからですね、木材の価格、丸太の価格、価値みたいなのが出てくるわけなんです。これは国産材においても同じことが言えるかなというふうに思います。いずれにいたしましても、ただ単に、商品に対して値段が高いとか安いとかいいとか悪いとか言ってるんではなくて、こういったまず一つはですね、成長する過程において1年間にどれだけ成長するか、年輪、目の細かさ、それによって価値が変わるというふうになっています。米松にもグレード価値があると、それは年輪の部分であったりとか、今日はご紹介できませんでしたけども、節の加減だとか、あとは炒めて取れるとか、まさめて取れるとか、そういったことによってさまざまなグレードが変わってくるわけですけども、まず、今日はですね、丸太のその年輪によって、価値価格が変わるというところをお伝えができればというふうに思っております。こんなような話をですね、ちょこちょこと木材雑学みたいなものをですね、知識みたいなものをお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ベーマ製材、木スペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。